レデュー様、破壊する。待って、いいから待って、少し話がしたい。しかし何、大丈夫、こいつのバッテリーはもう残り少ない、暴れることはないわ。どうしたの？21世紀最強最悪と言われた殺人ロボットもこうなっては勝てなしだわね。ああ、全くだ。まあそのボロボロの姿を見ても同情なんかしないけどさ。そうだな。あんたを作ったテロリストは全員逮捕したわ。あとはあんただけ。連中のプログラム通りに殺しを続けただけだと言われてしまえば、確かにその通りだけど。いや、私は私の意思で動いていた。だから私の罪だ。あんた、なんだ、本当にメデューサなの？私が3年も追い続けてきたやつとは違う。確かに違うかもしれない。いい音だな。嘘だろ、サラ。残念だが本当だ。私は上院議員であるお前から情報を得るために恋人を装っていたに過ぎない。そんな、冗談はやめようよ。僕らはあんなに愛し合って誓ったじゃないか、結婚しようって。ほら覚えているだろう、僕の誕生日に君がくれたオルゴールだよね、サラ。私はサラではない。私はメデューサ、殺人用アンドロイドだ。私は嘘だ。君はサラだよ。それ以外のものであるものか。お願いだ、いつもの君に戻って、いつもの笑顔を見せてくれ、サラ。やめろ、私を惑わすのはやめろ。なんだ、お前は女か。何、お前は女か。違う。ではなんだ。私は刑事だよ。そうか、ならばやはり私もただの化け物なのだな。